こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界をお伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、では今日の質問なんですけども、はい、こちらは、栃木県の30代の男性の方からです。松武蔵さんはどんなタイプの力士が得意でしたか、うん、また苦手としていましたか、こういう質問ですけどもね、どうですか。まあ、まず苦手な力士はたくさんいました、うん、はい、はい、でもね、その中でもね、小兵力士ですね、はい、要するに、はいはいはい、その何してくるか分かんないような、こう動き回ったり、足に何か仕掛けてきたり、そういうちょっとね、癖があるっていうか、そういう力士はね、みんな嫌なんでしょうけど、特に嫌でした、はい、まあ、当時はモンゴルの力士っていうのもまだちょっと出かけたくらいですけど、まだ当たったことはないですね。最初のパイオニアと言われてる旭州山とかが上がってきた頃なんでね、結構すごい技をする。でもじゃあああいうタイプがちょっと嫌でしたね。もう相撲見てても、どんな相撲界を変えるような相撲を取ってか、取ってたからね。そしたら、まあ、小柄な力士がちょっと苦手いうことですけど、大きな力士、そうですね、これ僕がいた頃はね、はい、大型力士って言ったらね、ハワイ出身の力士がね、結構いたんですよ。ハワイから来た大型力士なんかは部が良かったです。そうなんですか。逆に、まあ、よく稽古場とかでもね、腰が重いってよくね、言われて、大きな力士がね、多少ぶつかってきてもね、下がんないと、押されないという、そうそう、はい、そしたら、まあ、結構そういう自信みたいなものもあったのかもしれないですね。なので、ね、別にハワイに限らずね、大型力士っていうのはね、わりかし取りやすかったです。はい、例えば千代の若って言ってね、十両を4場所務めた、はい、関取さんなんですけどね、背骨90以上あったんじゃないですかね。で、横もね、だんだんこう大きくなってきて、その力士とは2回当たって、はい、2回とも勝ってます。そうなんですね、うちに関取になる人に2連勝っていうのは結構すごいですね。そこで自信持てばよかったですよね。あとはね、はい、大王って言ってね、二所ノ関部屋で、はいはい、専修大学から来たね、幕下付け出しの力士なんですけども、はいはい、1992年の初場所が初土俵なんですよ。です、現在の木瀬親方、あと尾上親方、現在尾上親方をはじめね、はい、4人のね、幕下付け出し力士がデビューした場所なんです。ちょうどその時ね、はい、私も幕下の下の方にいて、はいはい、当たりました。一番相撲、そうです、だから大王のデビュー戦ですよね。そうですか、はい、それで勝敗はデビュー戦なんでね、注目される一番だったんですけど、まあ勝ちました。それは松武蔵が、大王という力士はね、背はあんまりなかったんですけど、はい、横はね、すごい大きい、バーン圧倒してくるような相撲を取る力士だったんですけど、やっぱり腰が重かったのか、押されずにね、勝ちました。はい、まあ、それをまたまたそれが巡り合わせで、1992年のそのデビューの年ですね、九州場所のね、千秋楽にね、七番相撲でまた当たることになったんです。はい、それもそしたら松本さんそれも勝ったんですよ。なのでね、その1992年の年っていうのはね、まあ言ってみれば大王に始まり、初日、初日、初日で、九州場所の千秋楽にね、当たることになり、大王に始まり大王に終わるっていうね、年になりました。じゃあそういうちょっと大きなね、力士とかは案外得意だったんですけど、逆にね、こう苦手でこう勝てなかった力士とかいうのもいますか。いますよ、よくね、はい、関取とかになったらもう7回目の対戦、8回目の対戦あるんですけど、幕下以下っていうのはね、ずれていくんで、そんなにまでね、対戦の多い力士っていうのはね、いないんですけどね、相撲リファレンス、ありますね、で調べてみるとね、4戦してね、4敗っていう力士がいました。
どなたですか。まあ一人はね、はい、名城国と言いましてね、友の綱部屋の力士だったんですけども、100キロぐらいの細身の力士で、はいはいはい、からなんか嫌な力士だったんですよ。動き回るような、そうなんです。でもね、あの実際的にはね、そこまで動き回る力士ではないんですけども、やっぱりこう、そういうイメージがあるし、うまいこと横に つけられたり、なんかまたふたして負けたんでしょうね。まあその名城国なんですけどもね、はいはい、今はあの息子さんがね、海王の酒屋部屋に入ってね、海星城というね、名前でね、取っております。息子さんも細身、割と細身の力士でね、あ、まあ出てきたりしたらね、注目して見てるんですけどね。もし通りの4連敗力士はね、栃木玄王と言いましてね、春日野部屋の力士で、今ね相撲協会で世話人をしてます。そうですね、はい、まあ、大体ほぼ同世代で入った力士なんですけども、なんか相撲取り組みがあるためにね、はい、嫌でした。あ、なんか苦手な、そんなに小柄っていうわけではない、ね、でも相撲がうまいし、すごい苦手意識があったんでしょうね。そうなんですか。特にね、4敗目した勝負なんかはね、すごい印象に残ってるんですよ。その時はね、僕はもう初日から6連敗してね、あと1敗すれば全敗という時ですよ。誰と当たるかなって、ほぼ大体予測がつくんですよね、前後見たら。6連敗は6番連敗同士が当たるということでね、と思って、パッとこう取り組み表を見たら、栃木玄王って書いてあって、と思って。栃木玄王さんは6連敗してる。それがね、栃木玄王はその場所、初日は不戦敗で出てきてないんですよ。でそのままちょっと休んでて、6番相撲まで休場して、で7番の最後だけ出てきて、そうなんですよ。で出てきて、もう気持ち的に嫌やなと思いながらも、休場してるから、どこか調子悪いんやろうなと思って、土俵に向かえたんですけども、うまいこと取られて負けました。そうなんですか。はい、それほどね、なんかもう、もう気持ちで負けたのかもしれないですね。いや、向こうは松武蔵なら勝てるぞみたいな、割り見た時にね、あったかも。それはたまたまでしょうけどね、そうなんですか。はい、いかがでしたでしょうか。松武蔵さんね、結構ね、小柄なこう動きもある歴史とかが苦手だったのと、それともう忘れもしない栃木玄王さん、現在の世話人さんが非常に苦手だったということ、その一方でね、こう得意だったのはちょっと大型力士で、特にね、幕下付け出してデビューした大王さんについては2回ですけども、最初と最後に勝ったという、そういう思い出を語っていただきました。まっチャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしております。どしどしお寄せください。本日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日。さよなら。